はい、どうも皆さんこんばんは。コロナワクチン2日目、2回目接種して、で2日目なんだけど全然平気でした。はい、良かったですね。まあ3日目に来るのかもしれないけど、年だからね、何だったっけ、筋肉痛のようにね、はい、分からんけど今のところ元気です。はい、今ね、ドライブ雑談ということで、今日もねちょっとお金に絡んだ話をしたいと思います。個人って私みたいな個人経営とか個人事業とか一人でやっている人たちと、会社員みたいに組織の中でチームでやっている人たちっていうのは、当然ほら分配率が違うじゃないですかね。組織搾取的な分配をしていくんで、ね、一つの A という会社が稼ぐ年商1億円っていうのがあったとしたら、その1億円の中でね、まあ、人件費だけじゃないからその他いろいろあるけど、まあざっくり考えると100人の組織だったら100等分して1人100万円ってことになるよね。まあ、こういう分配っていうのがある、に、対して、個人っていうのはそういうのが全くないじゃないですか。個人っていうのは完全に1人でなったら、年商1億だったら1億独り占めですよね。はい、じゃあこの1人で一体ねどれぐらいまでいけるのかっていう、なんとなくの僕の無根拠なね、何のエビデンスもないし、まあ、話をしたいと思います。大体ね、一人で、まあ、経営する、誰かを使うとか、そういうんじゃないです。はい。そういうんじゃなくて、一人で稼げる限界上限の一般的な目安としては、10倍ぐらいって思ってください。10倍。会社勤めでずっとこうやってきましたっていうね、まあ日本人の平均所得だったりとかあるじゃないですか。あれのだいたい10倍ぐらいまでは狙っていける。でこれを例えば20倍とか30倍にしようと思ったら、人を動かした方がより効率がいいとか、いや人使わないとスケールアップできないとかっていう別の問題になってきて、結局組織化していくんですよ。会社みたいになっていって、で5年後10年後にはもっと大きな企業になってるみたいな、そういう道をたどるんで、一人きりで誰か使わずに、じゃあどれぐらい稼げるのっていうチャレンジをした時に、だいたい10倍ぐらい狙っていけるし、で逆の言い方すると、前職例えばまあ20万30万もらってて、今、40万50万稼いでるよって、フリーで一人で40万50万稼げて、これも全然少ない、全然少ない。10倍狙っていきましょうっていうか、10倍稼げるような、要は独り占めってなんか言い方悪いよね。個人で稼ぐっていうことが当たり前のもし世の中になったらね、独り占めっていうか、まあこう一人で稼ぐのは当然でしょ。むしろ、組織の中で分配して、組織の中で搾取される、これは搾取でしょっていうふうに言いたくなるし、で組織に属して給料もらってる人たちは個人の人たちに対して独り占めだなっていう風に言いたくなるし、だからどっちがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、ただそういう違いがあるっていうだけの話ですね。その違いを見てるだけですね。はい、何にせよ一人でやる、はい、からにはですね、独り占めすることができるんで、大体の目安として10倍ぐらいは狙っていける。でこれ以上20、30とか年商が1億、2億、3億とかってなってくると、いやいやそれだったらさ、人にやらした方がいいじゃんとか、人を、まあ、チームにしてやった方がいいじゃんとかっていう話になってくるんで、だから独り占めで一人でやっていくのは、なんとなくの僕の目安では10倍ぐらいがこう狙うべきゾーンです。今はまだね、フリーランスで収入が30から50万ぐらいしか稼げてないっていう方でも、ね、ゆくゆくそれを、まあ7倍、8倍、300万、400万っていうふうに全然狙っていけると思うんで。はい。組織属していると、ね、一社員の月給が300万、400万ってなかなか難しいですよね。うん、狙いづらいと思うんだけど、僕の今まで、はい、こうやって個人でやってきてすごく感じるんだけど、もう10倍とかは、まあ、むしろ普通に狙っていくべきゾーンだと思っています。はい、組織だったら、会社員だったらそうはいかないから、はい、ということを思いますね。で、じゃあね、一体どういうもので、稼いでいくのかっていう話はね、ちょっとまたこれは全然違う話になってくるんであれなんだけど、少なくともね、 YouTuber みたいなYouTuber みたいな稼ぎ方っていうのは結構しんどいと思います。例えば、YouTuber として1億円稼ごうと思ったら何 PV いりますか？ YouTuber で1億円稼ごうと思ったら。
だいたいまあ単価考えると3億 PV ぐらい多分取らないと1億円にならないと思うんですよね。まあそこから税金も引かれるけど、3億 PV ってことは年間で12で割ると、まあざっくり10で割ると3000万回ね、3000万 PV って言いますか。3000万 PV、 3000万 PV ってことは、デイリーで30で割るから1日100万回、1日100万回回さなくちゃいけない。まあ、YouTube の過去動画含めて毎日100万回こうぐるぐる回ってるっていう状態を作らなくちゃいけない。うん、でまあもちろんね、あのアフィリエイトとか、あと企業の案件があります。でも企業の案件つっても、その登録者がね、まあ大小によって違ったりとか、まあ例えばその企業に1案件ね20万30万もらったところで、まあそれを掛け算したところでさ、ね、1億のイメージがありますかって話考えると、やっぱりね YouTuber っていうのは単価の低い職業だなって思わざるを僕は得ません。はい、なので私の場合は運とかもあるしね、運とかもあるし、その人が持っているその影響力とかね、持っている数字みたいなものって努力もあるけど、でもその人のね本来持っている先天的な何かっていうのもあるじゃないですか。うん、だからそこってコントロールしがたい部分でもあるんで、だから私は YouTuber みたいなちょっとこう運任せの、はい、やり方っていうのは狙わない。全然ねそういう影響力なくても個人一人で10倍狙っていけますんで、10倍狙っていくためのマーケティング手法とか、ね、YouTube なんか使わずに、いろんなこうプロモーションしてマーケティングをしてっていうさ、いろんなものがあるから、だからそういうのを狙って真っ当な商材で真っ当なビジネスをして、うん、で真っ当な収入を得た時に、人たった一人の人間っていうのはどれぐらいの収入を狙っていけるかなって言ったら、だいたいまあ10倍、はい、10倍は狙っていけると思います。ぜひね、僕はね、脱サラとかを誘う気はさらさらないんですけど、だけど、もうすでにね、まあ、個人でこれからやっていくとか、もうすでにね、ずっと何年もやってると、ただ収入は上がらないとかっていろんな方いると思うんだけど、10倍は全然ね、ポテンシャルとしては、取っていけると。だからそこ目指して、さらに頑張っていきましょうというお話です。はい。10倍っていうと普通の会社員の常識だと、いやそれは取りすぎだろうって、給料もらいすぎだろうっていうふうに不思議に思ったりとか怪しく思ったりとか、うん、するものなんだけど、いやだけどそれは組織の中でいる立場の人たちの感覚と、個人でいわばその独り占めしている感覚っていうのは全然感覚が違うんで、だからその常識みたいなものをぶち壊して脱サラして起業してで儲けるっていうことをしなくちゃいけないんだけど、うん、その価値観をね一旦壊すみたいなことをしなくちゃいけないんだけど、まあいい意味でね、どんどんそういう価値観をぶっ壊していくっていうのはまあいいことだと思うんで、はい、どんどん増えていき、あ増えていくもんだなって、うん、いう感覚ね。でまあそれなりにね、まあちゃんとしたこうパフォーマンスの発揮っていうのをしなくちゃいけない。会社員時代で100という、パフォーマンスで、仕事してました。で30万円もらってました。でその100というパフォーマンスを個人事業で一人で、100を発揮した時に、まあ大体同じその100であっても、組織で搾取されてるのか独り占めするのかっていうので大きく変わってくるんで、はい、大きく変わってくるんで、まあ、10倍に跳ね上がってで、まあ、成功するんだよっていうのがものすごく明確にビジョンとしてイメージできるんですね。はい、なのでお金を、まあ、しっかり稼いでいくためにはいろんな努力もしなくちゃいけないし、考え方とかもね変えていかなくちゃいけないし、でもっともっと稼ぎたいっていうね貪欲な方もいっぱいいるよね。うん、まあそれこそ年収1億2億とかさ稼いでいきたいっていう方々もいるし、うん、僕はねそういった方々を別に妬んだりとか否定したりとかしません。はい、でそういった方々は、まあ、おそらくだけど、まあ、どこかに外注出したりとか、自分一人のパフォーマンス、マンパワーじゃ足りないからっていうことで、人にこう やってもらったりとかってことしますよね。そういうふうにして、まあ、ちっちゃい企業からね、まあ、どん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 企業が大きくなって、会社が大きくなっていくということになると思うんだけど、まあ、今日テーマにしてるのは、たった一人でどれぐらいいけるのっていうお話ですよ。はい。たった一人でもそれぐらい狙っていけるんだから、まあ、夢もありますし、自分の生活もね、変わってくる。収入が10倍になったらさ、そりゃ、まあ、お金の使い方もね、
今まで我慢してたものっていうのは我慢しなくても済むし、まあ、多少、贅沢というか、うん、なんだろう、値札とか気にしなくて、何か買い物したとしても、うん、それでも全然なお、お金ってどんどん溜まっていくってことにもなりやすいですし、はい、で時間の自由っていうものも、そうですね、まあ、個人経営とかでね、まあ、忙しいって、忙しいことはいいことで、ね、で、その分お金稼いでるから、時間もありません、お金はどんどん溜まっていきますっていう人もいれば、はい、今もうね、IT の技術とかで、そのインターネットを絡めて仕事をするとさ、インターネットっていうのは繰り返し、僕の営業トークを何度もリピート再生してくれるんで、まあ、それはウェブでもそうだ、ウェブというか書き物でもそうだし、動画でもそうだね。はい、やってくれるんで、まあ、そういうことを考えると今までの、まあ、昭和平成の、まだ、そのコンピューターとかがなかった時代っていうのは会社っていうのはやっぱり組織でありチームであり人数いっぱいいないといいものはできないよっていうね、まあ、そういう常識価値観があったんだけど、で今でもそれを引きずってるっていうところがあると思うんだけど、だけど、まあ、そういうものを駆使して自分でちゃんと、何かをこう生み出していくっていうスタンスでやっていければ全然一人でもね、まあ、それぐらいは攻めていけると、はい、それ以上皆さん欲しいですか、まあ、月収例えば400万とか500万とかあったとして、それ以上もっと欲しいからもっとお金欲しいから組織にするんだとかね、まあそういうふうに考えますか。そこはね、皆さんのその欲の度合い次第だと思います。はい、もっともっと何億とか稼ぎたいっていう方はもう組織化するっていう前提でまずは1人から始め、で増えていったら2人3人4人って増やしていけばいいと思います。はい、まあね、ざっくり、1人で稼げる収入の上限っていうのは個人でやれば、個人で独り占めすれば大体ね、組織の時で、会社員とかでこうもらってた収入の10倍ぐらいは普通に狙っていけるし、狙っていくべきだと思います。はい、月収数十万円稼げるって言ってるねフリーランスがもしいたとしたら、僕それ聞いたとしたら、いやそれはねちょっと欲がなさすぎるなって、もっと上目指せるのに、もっとチャレンジしたらいいのにって、まあ他人事ながら、まあ、そういうふうに心の中で思います。はい、皆さんもね、どんどんチャレンジしてきて、私もねいろいろ頑張ってますんでね、いろんなこと今ね地道に頑張ってることがあります。はい、皆さんもねこれから起業される方なんかはね、特に、まあ、10倍っていうのを意識して、頑張っていってください。以上です。ありがとうございました。